日本のテレビを支える外国人タレントたち。見ない日はないというくらい、日本のテレビで活躍している外国人タレントですが、なんで日本いるの？敵にならずにいられません。戦後は、主に占領軍として来ていた日本語が堪能なアメリカ人が日本で芸能活動を行い成功し、そのまま居残るケースが多かった。外国人タレント。近年ではアフリカ諸国出身の外国人タレントが人気を博すケースが多い。デイブ・スペクター。テレビプロデューサーとして来日。デイブ氏が最初に来日したのは1983年。米放送局のアブクは若い脚本家だったデイブ氏をある番組のコーナーのプロデューサーとして東京に送った。ツイッターのプロフィールは、自称外人。埼玉県上尾市生まれ説があるが本当はシカゴ出身である。芸能界のウィキリークスとも言われてる。日本に興味を持ったのは小学校5年生。日本人少年渡るくんが転校してきたのがきっかけ。郵便局はどこですか？ある日デイブは、密かに覚え、発音を練習していた日本語で渡るくんに質問。驚愕させる。パトリック・ハーラン。幼馴染に誘われて来日。初来日は23歳。幼馴染が日本で先生をやることになって、一緒に来ないか、と誘われたんです。駅前の交番で、すみません。近くに英会話学校はありますか？そう、僕の日本での就職活動は、交番から始まったんですわら。無名の頃アルバイトで、通販カタログなどの男性下着モデルや、深夜の通販番組にも出演していた。マーティ・フリードマン。バンド活動で来日中に日本に興味を持つ。世界的に有名なバンド、メガデスの元ギタリスト。カコフォニー時代にライブで初来日したマーティは、日本に対してそれまで以上の興味を持つ。2004年に、仕事も何も決まっていない状態で日本への移住を決める。ジャック・ウィルソン。柔道留学で来日し、日本にエアロビクスを紹介。同志社大学に柔道留学のため来日。護身術のつもりで習い始めたんですが、自分の柔道が本物かどうか日本で試してみたいと思って、それ以来、ずっと日本にいますよ。日本にエアロビクスを紹介した人物でもある。ダンテ・カーブアー。大学時代の友人を訪ねて来日。来日当初の活動はうまくいかず、初めの数ヶ月間は京都で英語教師をするなどして過ごした。1ヶ月くらい日本に行きました。この時に、俳優になりませんか？と4回スカウトされました。最後までご視聴いただきありがとうございます。随時更新していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。また、次の動画でお会いしましょう。